フィッシャーからローラースキーブレイク、ローラースキー用のブレーキが発売されていました。これはですね、以前のものですとこのスキーのところに装着するタイプ、これプルブレーキというやつですね、がありました。これは靴に、取り付けるというタイプですね。ですのでブレーキ装置のない普通のあれでもどれでも大体くっつけられるということですね。で、私の場合は利き足的に言うと右足で、前に出したテレマーク姿勢でのブレーキングがまあ癖としてあるので、この右足につけましたね。右で、この取り付けなんですけど、これが結構まあ難しいというか繊細というか、これはなしとして、一番最初にここのところにこう、尖った杭をつけて、ここで固定して、これを支点として、こういう動きをさせます。一応まっすぐこうしたつもりなんですけども、この辺のこう締め込んでいくあたりで左右やっぱり多少少しずれるんですね。で、今修正をしまして、ちょっとこっちの方を先を強く押して、ちょっと上げて、少しこっち側に寄らさせましたね、当初に。だ、ここの最初の地点で、食い込ませるときにちょっとでもずれちゃってるとかなり、まずい状態になります。はい。それで、まあ、一応これをつけて、この伸び縮みするこれをつけることによって、通常はこれをこう持ち上げてますね、これが引っ張る形になります。で、この足をふくらはぎをこう下げることによって、このブレーキ全体が下がっていきます。それで このローラーを停止させると、実際にやってみたいと思います。このような形で、まあ、通常のスケーティング技術ですと、この足をあんまり極端にこう前に出すってことはないので、これは干渉しないんですね、ここの場合。ただブレーキングをしようとするときには、テレマーク姿勢のこういう形をとって、これをこう下がりますから、これがこう落ちると、でこれでブレーキングになるんです。で、このブレーキングは結構信頼性っていうか強力ですので、あんまり急にボンとやっちゃうと転倒やなんかの原因になるから、この辺のこう少しずつこう効いたというのは、こうちょっと少し慣れが必要だと思いますね。以前私が使って、まあ現在でも使ってるんですけど、これが、ローラースキーショップ .com のアメリカの会社の製品で、プルブレーキ、これがこういうことですね。で、これをこうやってと言いますと、腰から下げたところから引っ張ることによって停止するということですね。ちょっと見た感じはそんなに頑丈そうでもないんですけども、しっかり固めて、やるとまあまあそれなりにちゃんとしたブレーキングとして効きます。それと、まあ、これらのブレーキは後輪をこう止めるので、前輪を止めるタイプですと積んのめる可能性があるんですけど、後輪だとその心配はないので、その辺の信頼性も強いと思いますね。このようにレーシングホイールをつけた、私の考えによるツアー用のローラースキーなので、
ブレーキがない場合で、やっぱり公共の皆さんのところと一緒の道を走る場合があるので、これはブレーキがないとやっぱり失礼に当たりますので、ツアーの時には必ずブレーキングシステムのあるタイプか、あるいはかなり速度が低減される、抵抗のあるゴム製ですね。ゴム製ですとかなりブレーキングもしっかり効きますので、これはウレタンなんでね、ブレーキングがやっぱりね、うわーっというふうに伸びちゃう感じですよね、ブレーキングしててください。で、必ずこういうブレーキングシステムを使って表に出るということです。動きとしてはですね、これはこちらから見てもこうですね、真後ろから見るとこんな感じですね。で、ここのところをまっすぐこれに合わせるっていうのが結構この左右のやつで、ここの深さ、こっち側によるかこっち側によるかによって調整しています。ですので、ここの最初に穴って言いますか、このピンをこう食い込ませるところの左右の正確性っていうのが非常に重要になってきます。それでは実際の走行時における聞き等をちょっとやってみたいと思います。